おじさん。どうしたの、おじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか。当たり前じゃん。よろしくね、サキちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリック。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、コウジって言うんだ。みずきちゃん、やったな。秋元くんたら、ほら、みずきちゃん、みずきちゃん、みずきちゃん、秋元くん。うるさいな。ねえ。
します。ありがとうございました。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。お待ちしております。待ってよ。おじさん。ごめんなさい。Thank you.
水木ちゃん。私と秋元くんは生き別れの兄弟だったのよ。なんだって？秋元くんのことは大好きだけど、でもやっぱり兄弟で結婚はできないわ。そんな水木ちゃんが僕の妹だったなんて。じゃあ僕たちは一生席を入れられないのか。待てよ。もともと僕たちは家族だったということは、もう席に入ってるってことだ。やっほー、やったやったぞー。桐生さん。
ない。龍様、リュージョンです。リュージョンです。リュージョン、愛してます。いつ見てもいいわ。今回ってたぞ。大丈夫なのか。ひらめいた。典型が来た。Bye.